吉田家日時期は、室町時代の仁義官人、吉田神社士官である吉田家当主の手になる日記の総称。すなわち、吉田県、広市の県広市狂気、県、厚市の県厚阿村記、県、松室の県松室阿村紀、金右の金右狂気の4日記を指し、競技には前2社のみの写本を指す場合もある。 謙遜する吉岳当主の日記はこれらに限らないが、特に、天理図書館に所蔵される室町記の日記を指して、故障する。なお、県厚厚損記は、県厚氏が仁義大福に、事務境を兼ねたので地代記。県松室損記は、県松室が同じく左この上上を兼ねたので、正広記とも称した。伝存する記録年次は、県広史卿記が、常時5年、王安4年、 剣圧は孫期が、永徳2年、同3年、王英5年、同7年同10年、剣松室は孫期が、文明5年、同9年、同10年、同12年、同16年同18年、金右京期が、天文2年、同3年、同6年、同9年、同12年同15年、工事元年、同3年、永六3年、同6年元気3年となっているが、 これらの中にはわずか数日分の段階、抜き書きも含まれており、まとまって参照できる範囲は限られる。内容については、仁義作法、真事及び朝木に関する記事を主とするが、県、広市、県、厚市の日記は、将軍、足利義満の前世紀における、後部関係に詳細で、県、 松室の日記は父、金友の確立した吉田新党の流星期における大本宮再興などの資料を残し、金右の日記は吉田新党を強制するために旅した伊が越前の様子を伝えるなど、代々の吉田家が当時の権力者に接近し、自家の新党説を慎重、発展させていく様相がよく示されている。このか世相や風文、 落中の諸事件に関する社会記事が多い。自筆原本はすべて巻きこそで、その大部分にあたる48軸が、天理図書館、吉田文庫に所蔵されている。写本としては、県、広市、県、厚野に日記を11冊本としたものが、東京大学資料編纂所、書、聖華堂文庫にある。全体の本国はなく、県圧は損機の一部が、 歴代残結日記69などに収められるのみで、ある。かつては、西田長浦の皇帝で、資料3集に収録される予定があったが、八木書店が同集の出版事業を引き継いで、以降、観光計画は定かでない。ありがとうございます。